茨城県つくば市立春日学園の増田清と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速発表に移らせていただきます。本校の教育重点目標です。思考スキルの習得・活用と共同的な学びを通して論理的思考力を育成するというのが本校の目標です。研究課題と成果目標です。一つ目の課題は授業中に考えを高め合う時間が取れないということです。そこで ICT 機器の活用により考える時間を以前よりも長く確保します。二つ目の課題は授業中の発表が一部の児童生徒に偏る点です。そこで ICT で全員参加型の学習スタイルを構築します。三つ目の課題は学習が学校内での学びにとどまって広がりが見られないことです。そこで学びの広がりが得られる ICT 活用方法を検討し実践します。一つ目の実践、考える時間を以前より長く確保します。以前は黒板に書いたり付箋にまとめたりというのが中心でした。 ICT の活用により発表、比較検討、自分で撮ってみんなに伝える、写して説明する、短時間で分かりやすく説明する、課題を短く提示するといったことを通して授業中の考える時間を確保しました。実践の2つ目は全員参加型の学習スタイルです。全員参加型授業、算数科ではまず一人一人がしっかりと考えを持ち、それを比較検討により練り上げます。さらにもう一度考えを見直して考えを深め高め統合していきます。他のクラスの学習結果からも学べるのが ICT の良さだと思います。では実践の様子をご覧ください。はい、ではですね、たくさん並んでるんですが、例えば、こういうものを見てみましょうか。こんなんとかですね、いいですね、きちんと色分けがされてたりとか、ノートに、紙のノートに書いてください。インテンタルでね、エンカショデキアジャンベセリードでこういったインテレクタそしてそこでインテレクタサラルのコーディングに参加って書いてさ、やってみよう。はい、その他にもデジタル思考ツールを活用した授業なども実践しています。学び合う学習です。国語科では自分の発表を冒険くんを使って撮影し、比較して PMI シートを使って評価しました。図工では気づきや考えをタブレットに記入し、みんなで意見を共有します。社会科では分業して考えを作り上げる、音楽ではみんなで作曲をする、自分たちのパフォーマンスなども評価しました。思考ツールを活用したプレゼンテーション、これを全校でのプレゼンテーションコンテストにつなげます。その他にもタブレットを囲んで学び合うという姿が随所に見られるようになってきました。実践の3つ目です。学びの広がりを意図しました。情報の収集選択にタブレットを活用しています。また校外学習での学びでもタブレットを使う、修学旅行ではタブレットで情報を収集し、編集し、そしてその場で発信をするという活動をしています。ちょっと音が出ないんですけれども、このように活動しました。今後の課題と取り組みについては以上の通りです。最後になりますが、11月10日に小中一貫の研究発表会を予定しています。どうぞたくさんの方ご来校をお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。